どうもアガポニです。今回はカリバーの倒し方についてです。通常攻略に加え一撃9999ダメージを与える方法も踏まえて紹介していこうと思います。それでは早速いきましょう。カリバーは目のパーツで本体にバリアをかけているので、どちらか片方の目を倒さない限り本体へのダメージが通らないといった特徴があります。なのでまずはどちらか一方の目に集中攻撃をして本体のバリアを解除していきます。ちなみにこの動画では右目を狙っちゃってるんですが、後で調べたところ左目の方が HP が200程度低いみたいなので、左目を狙っていった方が早く倒せるかと思います。それとパーツごとに強力な魔法攻撃をしてくるといった特徴があります。この対策としては沈黙状態にできるピーチのスペシャル、お口にチャックで全てのパーツを沈黙状態にしておくと魔法を封じることができるので有利に戦うことができるようになりますね。その上で本体以外は恐怖状態も有効なので、クッパの恐怖の衝撃も使って攻撃力と防御力を下げておくといいかと思います。でマリオは目を攻撃ですね。どちらか一方の目を倒すことができた後はひたすら本体を攻撃していきます。このオーロラの輝きは食らってしまうと眠り状態になることがあるので、この場合は早い段階でアイテムでもいいので回復させておくといいかと思います。カカシ状態も不利なので回復を優先させておくといいですね。ちなみに3人技が使えるようであればしっかり使ってダメージを与えていくといいかと思います。全体にダメージが通って本体以外のパーツを倒しきれると一気に有利が取れるので、ここで本体への攻撃を畳みかけていくと、ただ本体以外のパーツはこんな感じで時間経過で復活をしてきます。とはいえどちらか一方の目がダウンしていれば本体へのダメージは通るので、ひたすら本体への攻撃を優先していく感じですね。で両目が復活してしまったらまた目から攻撃していく必要があります。片目をダウンさせることができたら引き続き本体を攻撃していくと。マリオの攻撃力が一番高いと思うので、とにかくマリオには攻撃をさせていくように立ち回るといいかと思います。でダメージを与え続けていきまして、こんな感じで口パーツから吸い込まれる状態になったらカリバー戦は勝利となります。次にカリバー本体に9999ダメージを与える方法を紹介しておきます。使う技はジーノのジーノカッターになりまして、これのアクションボタンを成功させるだけになりますね。たださっき説明した通り本体に攻撃を当てるにはまずはどちらか一方の目をダウンさせる必要があるので、最初に目を攻撃する流れは同じです。で目がダウンしたらジーノカッターを使うんですが、アクションボタンのタイミングは敵に当たった瞬間となります。技自体がかなり早いのでタイミングが難しいんですが、成功するとこんな感じで9999ダメージとなりまして、一撃で倒すことができるといった感じになってます。とはいえですね、本当にタイミングはシビアなので初見では普通に倒した方が無難で早いかとは思います。思いますが狙ってみたい方はねトライしてみるといいかと思いますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。